為替を見ていきます。1ドル80円70銭から80銭台で推移しています。1ユーロは112円80銭から90銭台での推移です。その他の為替、オーストラリアドルが80円1銭から7銭で推移しています。それでは今日の為替の見通しを伺っていきます。シティバンク銀行の小川さんです。おはようございます。おはようございます。小川さん、まず海外市場ですね、振り返っていかがでしたでしょうか。はい、ドル円は一時80円台前半まで下落しましたが、アメリカの9月の中古住宅販売件数が市場予想を大幅に上回ったことなどから、ドル円も80円台後半まで値を戻しています。はい、バーナンキー FRB 議長がですね、スピーチで、金融政策や経済見通しには全く触れなかったことも、一部ドルの買い戻しにつながったかと思います。はい、それを受けて今日の予想レンジをいただきました。80円の30銭から81円の30銭ですが、小川さん、 G20 過ぎてもですね、結局ドル円の推移あまり変わらないようですね。はい、すでにですね、市場の注目は来週の FOC に移っていると思いますよね。そこに向けてアメリカの経済指標がどうなるかが、今週のドル相場に影響してくると思います。そのアメリカの経済指標ですが、具体的には何に注目でしょうか。はい、今週は重要なものが多いんですけれども、はい、やはり29日金曜日のですね、アメリカ7月期の GDP には注目が集まりそうですよね。今回は前期比年率で 2% 程度が見込まれていますけれども、市場予想を下回った場合ですね、あるいはデフレーターが低い伸びにとどまった場合には、アメリカの追加緩和期待が高まって、ドル安圧力が強まる可能性もあると思います。はい、また小川さんはユーロにも最近注目されているということで、はい、最近ユーロ高ドル安が進んでいまして、はい、ユーロドルは昨日も一時 1.4 ドル台後半をつけました。追加緩和に傾くアメリカに対して、ECB は出口に向かう姿勢を示しているために、FRB と ECB の政策スタンスの違いが浮き彫りとなっていることが要因となっています。はい、ドイツとアメリカの2年債利回り格差も拡大していまして、これに連動してユーロドルも上昇しているんですよね。はい、今週は28日に日銀の決定会合が予定されていることや、介入警戒感などもあって、対円でのドル安っていうのはなかなか加速しにくいんですけれども、ただ今後ユーロドルの上昇にもし弾みがついた場合にはですね、今週はまだドル円でもドル安方向に警戒が必要かなというふうに考えています。はい、わかりました。小川さん、ありがとうございました。はい、あとはですね、これ今日はシティの小川さんが猛殺に出てるんで、ここに載ってるのは一緒ですね。だから省略しまして、あとは、かみつこさんが、これも昨日の、時点の発言ですが、81円10銭の抵抗を下抜けて、80円70、80の下の抵抗も切れており、これで80円台前半まで下落余地が広がる可能性が生じていると。ただ、80円大きく割り込む可能性は低いと見ていると。ということですね。これは昨日の時点での、あれですね、発言です。あと、シティの、ウィークリーリポートの方もアップしておきますので、よかったら見てください。以上です。今日も頑張って負けないように頑張ってください。失礼します。